ほいほい、ヤモリフミですと。皆さん、これがどこの国の言葉かわかるでしょうか？ 3、2、1、はい、時間です。わかるわけありません。なぜなら私がたった今考えた言葉だからです。あ、さて、冗談はこの辺にして、世界には言葉が溢れています。普通に生活している限りでは、自分の住んでいる国の言葉以外は、はっきり10も知らないんじゃないでしょうか。大体は漢字が多いから中国語、ハングルっぽいから韓国語、なんかニョロニョロしてるからアラビア語、絵のような文字だからヒエログリフとか、なんとなくでどこの国の言葉か判断している人が多いかなと思います。ジーザース！いけません！そんななんとなくじゃインターネット上に溢れかえっている言葉を処理しきれません！より多くのコンテンツを楽しみ尽くすには、より多くの言葉を知っておいた方がいいに決まってます！というわけで今回は、見ただけで何語かわかるクイズ！どこの国の言葉かわからない文章を表示しますので、3択の中からそれが何語か当ててください。私も初見の状態なので、一緒に考えていきましょう！ではスタート！はい、まず初めの問題はこれですね。特徴としては、なんかアルファベット、そしてなんかね、コロンみたいなのがちょろちょろっといろいろついてますね。選択肢はポルトガル語、イタリア語、フランス語ですね。なんなんでしょうかね。なんかね、ポルトガル語ってのはなんかね、時々見かけてるような気がするんですよ。確かね、ポルトガル語ってこんな感じだったとは思う。とりあえず、ポルトガル語ってどうだ？ノーフランス語なんですね、これ。はあ、もっとフランス語ってなんかおしゃれな感じの言葉かと思ってました。はい、続いてはこちら。もうダメだこれ。選択肢はベトナム語、タイ語、マレー語ですね。地味に私、ベトナムで1ヶ月間生活したことがありまして、ベトナム語はなんとなくわかるんですよ。少なくともこれはベトナム語ではありません。ということは選択肢はタイ語かマレー語の2択。なんなんだろうな。なんかタイってなんか違う気がする。なんかマレーかな。マレー語でどうだ。ノー、タイ語、クソ、2択でミスったよ。ヘストゥドゥエストゥンデズン、電気のファインディング、筋肉ペインチ、ディディディチ。アイスランド語、デンマーク語、ドイツ語の3択ですが、ドイツ語ではないですね。となると、アイスランド語かデンマーク語の2択。なんなんだろうね。アイスランドもデンマークも全くどんな言葉か見当がつかないよ。アイスランド語。なあ、ドイツ語。これドイツ語なの？あ、バカ。あ、キャー、恥ずかしいわ。恥ずかしいわ。ドイツ語が絶対ないとか自信満々に言ってた自分がとても恥ずかしいわ。はい、続いてはこちら。サンベッハメン、スプリッツデア、エッディア、タクセンディブ、エム、エッゲ、ジェムラ、ビエム。スウェーデン語かデンマーク語かノルウェー語ですが、わからん！全然わからん！見当もつかない、こんなの。もう英語じゃないの、これ。もう英語でしょ、もうこれ。何、英語圏に近いのはどれだ？なんだ。どう考えればいいんだ、この問題。特徴としては、なんか、タグってところの上になんか変な丸ついてるのが特徴的ですよね。なんなんだこれは。スウェーデン語でどうだ。やっほー、正解、ラッキーラッキー。続いてはこちら。Do a ticket b u n t のクロカリメメンテナメンテメン。インドネシア語、マレー語、タガログ語の3択です。てか、タガログ語ってなんだよ。初めて知ったよ、そんな言葉。なにこれ。なんか、インドネシア産のチョコレートとかにこういう感じの言葉が書かれているような気がしたから、インドネシア語。やっほー、マレー語だったぜ、イェーイ、チキショー、全然正解できないぞ。はい、というわけでね、たまーにやる感じの真面目系の動画をやってみました。まあね、たまにはこうやってね、こう、いろんなことを知っていく動画っていうのもいいんじゃないでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。